つけ中ハード、これ絵文字入んのかな、こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。あ、社名会も握手会も申し込んで、ありがとうございます。嬉しい。いっぱいに来てください。まだまだやっぱり話、もうちょっと話したいなとか思ったら全然遠慮しなせず遠慮せず、はい、これでもかってぐらい会いに来てくださったら嬉しいです。危ない。こんばんは。なんか会いに行くからよろしくお願いします。よろしく。いつ来てくれんのかな。こんばんは。好きです、ありがとうございます。緊張するけど早くお話ししたいね。いつも劇場のねお見送りとかでは一瞬話せるけど、よく来てくださる方とかはね、やっぱそれとはまた違いますもんね。楽しみ。こんばんは。お疲れ様。お、社名会ですか。6月の9日。話すこと考えてても全部飛ぶ。ほんまに？飛んでるの？いつも。こんばんは。孫悟空、こんばんは。やっぱカラコン朝からしてたらドライアイがやばい。今は何してたの？今は何してたの？ショールーム？配信？髪切ってないですよ。瞬発力ないのでお見送りは無理。あ、確かにあのね、難しいですよね、あの短い間で。だからあのぜひ握手会やオンラインお話し会に来ていただきたいですね。私もさすがに、そう、後ろの人もあるしね、詰まっちゃうから、まあお見送りは、うん、ありがとうぐらいでいいんじゃないですかね。楽しかったよとかで、後から言うの忘れたってなってる。あ、いつもそうなの？今日は何してたの？秘密です。そんなもう言えないこんばんは。こんばんは。マジでやばい。ドライアイもね、マジで視力めちゃくちゃいいんですけど。わかった、ガラコンがめっちゃ汚れてる気するわこれ。あ、お疲れ様です。ヨシヒコ、横浜追加してありがとう。567部、あんまりね夜にお話しすることないから嬉しい。なんかレアじゃない？そんなことないか。いつもね1、2、3部とかやから。昨日初めて天王寺動物園行ってきました。お、いいね。桜咲いてますよね今。カラコンウィンク、こんばんは。ゴリラ見た？今日ですか？ゴリラ最近見に行けてないな。こんばんは。
松岡さくらちゃんとのラジオどう星になっちゃってる、ごめん、こんばんは。そう、昨日ラジコをね、初めて吉田さん吉田たちさんと、もうめちゃくちゃ緊張した。本当にさくらちゃんも始まる前、緊張してきましたってほんまに言ってて、そう、私もまだ、でもさ、 2回目ですか、メンバー入れて 1,2,3,4,5人でやるの。2回目やからさ、やっぱりまだまだね、楽しみですね、これからもっとなね、な仲良くなりたいっていうか、距離縮めたいです。もうなんか吉田たちさん、なんか言いにくいな、ゆうへいさん、こうへいさん恐る恐る言ってる。もうお二人のなんか絡みがあんまりさ、こう大人になったらさ、なんかゆうへいさん、こうへいさん、そう、大人になったらさ、学生の頃はなんか双子の人と触れ合うっていうか、まあ学年にとか、まあ学校にさ、双子って一人ぐらいいたじゃないですか。私はいたんです。そうで、なんか触れ合うっていうか関わる機会はあったけど、大人になってくるにつれてさ、双子の人を一緒に同じ空間で過ごすっていうことがあんまないじゃないですか、双子の方と。だからなんかそのお二人の掛け合いがなんか見ていて、一緒の空間にいて、なんかすごい素敵やなと思って、なんかなかなかね、ないですもんね、思いました。優しい、お優しかった。私もちょっと結構緊張、もうほんまいつも緊張してるんですけど、ラジコの時は実は楽しかった。たくちゃんがしおりさんの色紙のコメント嬉しかったって言ってた。あ、ほんま？そう、動物園行こうとは言ってるんですけど、さすがにさ、学生、中学生？高校生になった？中学生？まだ中学生？のメンバーをさ、なんか学校とかもあるしさ、そう、誘いづらいから、そう、ちゃんが暇な時に誘ってって書いといた私はね、ふっかるなんで、もういつでも行くんで、スケジュール空いてたら、はい、オンライン話し会の初日も追加した、ありがとう、待ってるね、嬉しい、優しい。サクパンが緊張してる時の話し方やった。あ、そんな、そういうのがあるんや、わかるんですね、すごい。そう、私でもさくらちゃんともほんまに、あの昨日のラジコで初めて絡みぐらいの実はそうやったから、チーム同じ8期生でもね、やっぱチーム違うと、 B2 の8期生の子たちとはもう結構仲いいんですけど、二人きりで動物園行ったりとか全然するけど、ほんまチーム違ったら初めましてやから初めましてではないけどほんまに今回のコナン見に行く、もちろん。しおりちゃんも緊張感じなかったよ。え、嘘、めちゃくちゃ緊張してましたよ毎回してます。ほんで藤崎マーケットさんがいらっしゃる時から緊張してます、毎回。私の会社に双子ってどっちかわからんだろう。あ、そうなんや、双子で入社されたってことですか。
中学生誘うときはあやぴょんを挟むといいらしい。どこ情報。お疲れ様です。今日もショールームの新しいカバー画像の笑顔が素晴らしいですね。あ、変わったんや。気づかんかった。マジ変わってます。後で見よう。あれかな、新しい公式サイトの写真が使われてるんですかね。お疲れ様です。X に共有したら新しくなってる。あ、じゃあ私が共有したやつも新しくなってるのかな。やっと変わった。あれ、ルームスファンクラブのあれも写真もじゃあ変わるかな。そろそろもう変わってんのかな。そう、公式サイトの写真、劇場に飾ってある壁写と多分同じ写真ですね。今回は前回、それはもう私もまあ、こんばんはね。今回の写真ね、風が吹かれてたり。あ、でも私、そう、公式サイトね、2枚写真が見れるようになってるんですけど、私なんか今回あんま2枚とも、2枚目みんな風吹いてるんですけど、私はあんま風吹いてないんですよね。髪短いからかな。しおりちゃんの笑顔ええね、ありがとうございます。今日もね、9時から21時から、15分ぐらいまで、あの NMB48 のカジュアルパーティーやるんで、いや半からにしようかな。21時にインスタ投稿して、いや違うな、いや21時からカジュアルパーティーしてするね。15分ぐらい対戦しようね。この前ね、ショールーム終わってから、今からカジュアルパーティーのババ抜きやりますって言ってやったけど、2人ぐらいしかと遭遇できんかった。なんかたまにあるよね、めちゃくちゃ毎回のように終了しって設定してくださってる方と当たる時もあれば、な、全然当たらん時ある。カジュアルパーティーっていうのは NMB48 のカジュアルパーティーっていうゲームのアプリがあって、今はババ抜きと麻雀ができるんです。そうとか、なんかガチャ回してメンバーのカードをゲットしてとか、可愛いメンバーが見れます。で、運が良ければメンバーと一緒に生でリアルタイムで対戦ができるっていうものになっております。これは無料でもできるよね。これ無料でもできますよね。皆さん多分できると思うんですけど、そう、みんなあれ、メンバーと本人登場ってね、出てくるんです。メンバーと対戦できたら、あれね、ほんまになんか機械とかじゃなくてガチでリアルタイムでメンバーがその場でほんまにやってるんですよ。そう、ダウンロードしてください。ぜひ勝利を推しメンにして、ぜひ、基本無料です。普通にだから、でも言わずにやってる時とかは、深夜とかにやってたら
急にメンバー登場してくることきっとあると思います。朝とかこの時間やってないやろって思ってやったら意外とやってたりとか、知らんけど私の場合はね、たまに言わずにやってるんで、遭遇した時はよろしくお願いします。こんばんは、昨日のラジコを聞いてありがとう。どうでした？今日はね、あれ、あのね、ソフトクリーム食べた。クレミアみたいな、どっち？初めて食べた、あのさ、クッキー、コーンがさ、クッキーのあの美味しいやつ、ソフトクリームもめっちゃ美味しいやつ、クラミア何クーから始まるカタカナのなんかそれっぽい美味しいアイスないですっけ？よく難波とか心斎橋とかよく見るあれ。麻雀とババ抜きどっちやることが多いですか？ババ抜きですね。最近でも最近はメンバーババ抜きが多いかもしれん。クレかな、4文字のさ、クレア、違うな、何やっけな、知ってる人おらん？クレミアで合ってるか。ほんまに人生で初めて食べて、そうたまたま見つけたから、めっちゃ美味しいねあれ。私さ、あのアイスはふにゃふにゃのコーン、ワッフルコーン苦手で、ふにゃふにゃのコーンしか受け付けなかったんですけど、そのクレミアのアイスは周りがクッキーでめっちゃ美味しかった。やばいねあれ。私はあのハーフ、半分チョコで半分バニラかどうかはちょっと知らんけど食べて美味しかった。やばい、マジでやばい、どうしよう、ハマっちゃうよあれは。うさぎのスイーツどんな味のものなの？あ、インスタに載せてたやつですか。あれ揚げドーナツですね。中にホイップクリームが死ぬほど入っててですね、まあ想像してる通りの味だと思います。揚げドーナツの中にクリーム入ってるみたいな、砂糖もまぶしてあったかな。なんかもう砂糖がすごすぎて、なんか食べたらシュガースクラブしたみたいになります。はい、まあ、どんな味かはぜひあの自分で行って確かめてみてください。いつまであんのかな、あれずっとあんのかな。サービスエリアとかで絶対買う。あ、そうや、どこで見るんかなって思ったらサービスエリアか、見るな、よく。マジで美味しいな。こんばんは。サムネニコニコで可愛い。やっぱみんな変わってるから反応してくれる。何か難しい話してますね。アイスの話？難しい？うん。いや、まあサムネさ、私どんな感じなんか見えんから。どんなんなんやろ、公式の写真と一緒なんかな。なんかめっちゃ毛もさもさに見えるな。公式写真と一緒なんだ。あ、危な。非常に悲惨な舞台、楽しみに仕事頑張ってる。いつ福岡飲みに行くんですか？大阪飲みに行きます。見てみたいな、私も。
大阪こんばんは。パン派ご飯パン派おにぎり派、おにぎり派です。でもパンも大好きけど、はい、おにぎりです。大阪初日行くを楽しんできてください。みんな舞台出てますね。今出てるっていうか稽古頑張ってるな。みんなルーム画像をしおりちゃんのサムネにしてみた。何のルーム画像ですか皆さん。え、あ、何ルーム画像、ショールームの皆さんのアカウントの画像ってことかな。若たんとのラバーシュめっちゃ良かった。お、ありがとうございます。そう、前々回から若たんとね一緒にやらしてもろてるんです。そう、あ、いいアバターポチッとしたら出てくるよ。ほんとだ、私にしてくれてるありがとうございます、嬉しい。これか、あ、これか、優しい、ありがとう。これになってるんや、すごい面白い。こんばんは。横浜握手会友達と連番するね。お、待ちしてます、ありがとうございます。嬉しい。南部南部肩叩きは強めでお願いします。あのちょっと多分どなたか分かんないかもしれないんで、あのその場で小声でちょっと強めにしてって伝えてください。強めか、私の強めは結構すごいですよ。いいんですか。若たんとしおりちゃんのツーショット良かった。あー、ストーリーに載せてたやつか。若も X に載せてたっけ。あ、握手写メ会7回分当選してありがとうございます。大阪かな、どっちも。てかなんか私若のこと若って呼んでるよなたまに若たんって言うけど、あんまりメンバーのことを下の名前で呼ばない私が。でもケイ、あ、でもケイトも、あ、でもケイトじゃん、ケイト、ケイトって呼んでるか。最近割と普通に呼んでるか、メンバーの名前、下の名前。肩たたきは愛してるのリズムでお願いします。あのその場で言っていただいていいですか。ちょっとお顔がちょっと分かんないんで、はい、ぜひ。もう全然やるんで何でも言ってください。何でもはちょっとダメかもしれんけどあー、いい、敷いてるってこと。全然やるんで言ってください握手に写メにオンライン楽しみやなね、楽しみ。ハンドクリーム塗らな、ちゃんと。中野未来がプレゼントしてくれたヘアブラシ何してんのかな、元気かな。こんばんは。皆さんぜひこちら受付中なんで、少しでも気になってるよ、行こうか迷ってるよって方は、あの、はい、1枚からでもお待ちしております。でも初めてでなんかもうちょっと余裕欲しいよって方は3枚からの方が、あの、ゆったりと余裕を持ってお話できると思うので、まあ、そ
こはお任せするんですけれども、はい、ぜひぜひお待ちしてます。初めての方も、昨日のここの TikTok のミラコめっちゃおもろいから 見ました。流れてきた裸足で。元気そうやったな、あの動画見た感じは。あ、そうだ、チーム B2 のね TikTok もあのいい感じに動かしていくんで、で今新しい動画もね、私と坂田の2人で踊ってる動画が載ってるんで、もう何回も見てください、ぜひ。いいねとあのコメントもいっぱいしちゃってください、はい、猫ミームな私マジで坂田のね真顔大好き。初めての人は1分目で自己紹介して2分目で落ち着いてお話しするといいね。確かにそういうのもありですね。3部あるからね。確かに確かにそれもありですね。次の、まあ、DD の方がきっと多いと思うんで、次の推しメンのお話し会までに時間あるよとかって方とかもぜひお待ちしてます。でも 1,2,3 部やからな、ないかそれは。こんばんは。顔面にハンドクリームテカテカでいきます。ほんま楽しみにしてます絶対してきてくださいよ。ブリの照り焼きが鍋ごと焦がしてしもうた。どうする、ピエンやな、それは焦げやすいもんな。大丈夫食べました。それしかに焦げやすいよな、照り焼きって。目離したら、気づいたら焦げてそうやもん。今日のメインがなくなってなくなったのどうする、写メ会でゴリラポーズを一緒にしてもらうのが楽しみです。しましょう。もう最近は割とあの封印してるんで、はい、写メ会でしか見れないかもですね、もう今後は、はい、横浜までにはライブもやってそう。あ、 NMB でですか。8月やもんな、どうなんやろうな、やれてたらな、嬉しいけど。聞いてほしい話あるからオンラインでゆっくり話すね。お、なになに、めちゃくちゃ楽しみにしとるな。こんばんは。
今日も上がるかな B2 の TikTok。 今日は上がらんか、まだ。こんばんは。あとね、今日はね、カツオのたたきも食べたんです。めっちゃ美味しかった。わらなんやっけな、わらなんもないカツオのたたき食べて美味しかった。あの玉ねぎと一緒に食べたら美味しいんですね、カツオのたたきって恋愛相談も待って、もう今ここでしてほしいぐらいめちゃくちゃ早く聞きたいんだけど、うん、やばい、楽しみ。恋愛相談、相談されるんや私答えれるかな。あ、そう、わらで炙るやつ、それ、なんで知ってんのすごい、ほんま何でも知ってる、すごい。こんばんは。そう、わらで炙ってた。そう、超美味しい、マジで。握手行ってた西野七瀬さん、中井理香さん、吉田かりさん、結婚しちゃったから水田さんと握手したく星になっちゃってるね。叩きお酒が進む、そうなん確かに進みそう。わかめ一緒に食べても美味しい、わかめ大好き。相談っていうかどう思うって感じ。お、そういうの大好き、聞かせて。今日もお目々バッチリだね。公演楽しかった、最前でうちわも出たよ、ありがとうございました。やっぱ目の前にいるとね嬉しいよね。ラバーシュの水田様神でしたありがとうございますラバーシュな、そう、皆さんステージ、皆さんから見て右側の方がラバーシュの時は私の表情が多分きっとよく見えるんですよね。真逆いたら見えない瞬間とか結構多分多い気がするな。うん、それにしてもシュリちゃん可愛い、ありがとうございます。握手会お待ちしてます。たくさんレッスンくれてドキドキでした、よかったです、よかったですなんかのまたドキドキしに来てください。いまだに劇場行くの迷子になりますね。変わったもんね、ほんでまた駅の何丸いの前とかもな。みんな、皆さんはどこから来てるんですか、いつも劇場まで。こんばんは。上手の最前一番端だったので、しおりちゃんを噛めました。
そうね、ちょうどめちゃくちゃ見えるし、若ポンポジやったら割とそっち行くこと多いんで、確かにめちゃめちゃ当たりでしたね。難波の駅ほんまむずい。やっぱ難しいですか。難しいか確かに、うん、あでも、うん、出口難しいですね。確かになんかここに出れるって思って上がっていったら全然違う場所にから地上に出たりとかたまにあるもんな。もう最近はマジでないけど、名古屋、あでも名古屋だったらあれですよね、近鉄の乗り場のところから、あでも新幹線、うん、あらもう私慣れちゃったからさ、どうやって行ったら、だって改札もねいっぱいあるもんな、出るところ。そうよな、めっちゃ遠いところからね出ちゃったらやばいもんな。地下鉄のとこ反対に突き進んでることはよくありますね。あでも私最初の頃はね真逆行ってたな。確かに乗らなあかん路線じゃない方に向かって行ってたことあるな、よく。お見送りも鍵開けでしたね、ありがとう、嬉しかった。に日本橋、日本橋からビッグカメラの通りの商店街入れば分かりやすい。へえそうなんだ。ナンバー70回以上行ってるので覚えました。お、いいですね。100回目指しましょう。じゃあ確かにとりあえず地上出たら出るのが一番早いかもな。本当に難波の駅は難しいです。やっぱりそっか、梅田より難波が苦手。梅田、ああ、うわでも私梅田あんまり行かんから、新大阪から来たら御堂筋線一番前に乗ります。車で来てるけど今工事多くて道が大変。あ確かに、え難波ですよね、難波っていうか、あ難波か。最近確かにめちゃくちゃ工事してますよね、あそこら辺。滋賀は改札1個やしホームも2方向やから迷う方がむずいです。えわかる、田舎あるあるやんな、改札1個しかない路線も、あの行きと帰りこうこういうしか日本しかないからわかる、迷うも何もないですよね。うん、あれはいいね、でもね迷わんからね。確かに確かに。こんばんは。13位ゆりいかさん、12位がパパスターさん、11位がおくんさん、10位が野原しんのすけのすけさん、9位がもはさほさん、8位がやっぴーやっぴーさん、7位が中島さん、6位がけいたんママさん、5位がかっちゃんさん、4位がじゅんていべいさん、3位がワンタンメンさん、2位がハッチさん、1位がエンドロールさんです。ありがとうございます。確かに田舎、確かに無人駅多い、わかる、数少ないから逃したら終わる、1時間後とかもっと、わかるわかる、マジでわかる。梅田の後コスメ行ったことないです、行きたい。お疲れ様です、ありがとうございました。今から
ネムビー48のカジュアルパーティーをやって15分までインスタ投稿するから見てね、コメントしてね、いいねしてね。ありがとうございました。そしてあのこちらも握手会とオンラインお話し会と写メ会が受付中なので、少しでも気になってるよとか、もうちょっとしおりちゃんとやっぱりお話ししたいなとか思っちゃった方は、ぜひあの私の X から飛んでいただくと申し込みができますので、ぜひお待ちしてます。さようなら、ありがとうございました。カジュアルパーティー勝手にリセットされててんけど、マジで悲しいね。ありがとうございました。じゃあね、またカジパで会いましょう。カジパ、カジパありがとう。